ピエール・アンドレラ・トレイピエール・アンドレラ・トレイユは、フランスの昆虫学者である。ブリーブ・ライ・コール・ガイアルドで生まれた。ジーン・ヨゼフ・サヒューゴット・ディ・アマル・ゼットの必着室死で、母親は知られていない。好物学者のアユイ神父の養子となった。ブリーブとパリで神父になる教育を受け、1780年に、リモージュの神学校に入り、1786年に、ブリーブの助祭となるが、 昆虫学に熱中した。1788年に再びパリに出て、アリア8に関する論文を書き、科学者たちに注目されることとなった。フランス革命が起こり、カトリック教会への弾圧が始まると、パリを追放され、ボルドで収監されるが、博物学者で軍人のジャンバティスト・ボルド、サンバンサンらによって解放された。1796年に、 昆虫の種に関する著書プレイシーでカレクテア、ジアンリックでアンセクト、ディスポゼスダウンウォルドルナトゥアルを出版した。1798年に新たに設立された自然史博物館の昆虫標本を分類する仕事に任命され、1814年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれた。1821年にはレジオンドヌール勲章を受けた。 アルフォールの獣医学校で動物学の教授を務め、ラマルクが没した後に自然種博物館の動物学の部門が細分化された後、ラトレイユは甲殻類、クモや昆虫の分野の教授に任命された。1832年にパリにフランス昆虫学会を設立し、没するまで会長職を務めた。生涯を通じて著作を続け、 近代的な昆虫学の創始者の一人になった。新種の昆虫を記載するだけでなく、分類し、新しい属やトガを導入した。水引きガニ科など多くの生物の学名に懸命されている。ありがとうございます。